三遊亭新朝は、落語家の名跡。三遊亭の城門、高崎線三遊派において受け継がれてきたが、現在は秋名跡となっている。初代三遊亭新朝は、落語家。本名未章。浅草馬道古着屋の子、1855年に、初代三遊亭窓川佐の門下になり三遊亭。昭遊。一時期江川門下を離れて二代目。 三遊亭炎章の下に移り三遊亭窓か太ととなる。窓か太と時代は縁朝を恥ずかしめていたが、炎章死後縁朝に火を詫びて縁朝一門に復帰し、新朝の名を与えられた。明治元年頃に亡くなったと思われている。怪談話を得意としお祝いなりのネタをして、そのたたりで死去したという伝説がある。二代目三遊亭新朝は落語家。 本名は山田岩吉。初代と同じく縁朝門下で三遊亭林朝から三遊亭窓か優となる。1874年頃に新内昇進氏二代目新朝となり、師匠譲りの人情話を演じていた。関根木案によると、ださ祭、江島や越後殿吉などがあり手がたい芸風だったという。墓所は谷中長明寺。三代目三遊亭新朝は、 落語家。本名は松永達三郎。四代目三遊亭新朝から1907年9月30日は落語家。本名は林聖之助。最初は縁朝門下で新朝から縁花となる。窓花,花時代の1895年7月29日、悲喜の客のお供で歌舞伎座へ現物に赴いた時に頭取が着用していた。 クロロの羽織が紛失し、数日後その羽織が七夜に入れられているのが発見される。同行していた窓か花が犯人扱いされ、翌月8月4日に逮捕され、取り調べを受け、それがきっかけで縁朝に破門された後の報道が、されるまでの騒動になった。しかしま犯人は窓、ま、か花ではなく頭取りの使用人の仕業であった。当時の雑誌、芸人の第5号には、 自身が潔白であることを明かす広告を出し、掲載されている。1899年には四代目新朝を襲名し、大阪にも出向き講座に上がった。1905年の縁朝七回帰に帰京。翌年寄せに出勤中に、農病を患い、工事町で静養中の1907年9月30日に、死去。去年45。持ちネタが多く、 縁朝の陶水を受けただけあって渋い人情話を得意とした。五代目三遊亭新朝は落語家。本名は桂宇之ウ文之ケ。フ図によると、上方で桂大助という落語家の息子で、はじめは大吉と言った。明治二十年代前半に東京に行き三代目春風亭粒子門下で春風亭西系画を名乗る。 1894年7月には、三遊派に移り4代目、三遊庭園賞門下で、立花屋、炎次郎と改める。1908年10月には、新朝で、新内の看板を挙げた。芝居話の、桜田の雪などを売り物にしていたが、あまり人気は出ず、大正に入っても、各派を転々とし、昭和3年頃には引退した模様である。 1936年に死去、去年70、ありがとうございます。